ミチュ地域にド密着ファミチュ TV。 こんにちは、沖縄ファミリーマートの岸本です。今回のド密着社会見学はファミリーマートの美味しいサンドイッチとサラダを製造する GK フーズの工場にド密着。今回のキーワードは野菜の美味しさの秘密。その秘密はどこに？どこ？めっちゃ大きい、めっちゃ沖縄のファミチュ TV。 ということで GK フーズ工場内にやってまいりました。昨年の12月にこの工場を新設されたということなんですけれども、はい、はい、そうですね。今はもうちょっと落ち着いたんですけれども、うん、はい、工場の立ち上げの際はやはりいろいろな苦労はありました。はい、ちなみにどのぐらいの種類、どのぐらいの数出荷するんですか？はい、アイテム数がだいたい約80アイテム。おお、はい、実はね、おむすびから弁当までもういろんなもの作ってもらったんですけど、ただサンドイッチだけは GK フーズさんでしか作ってないんですね。はい、なんで今回はちょっとサンドイッチの美味しさをぜひ皆さんにお届けしたいと思ってます。野菜殺菌室にお邪魔しています。はい、新工場に移ってですね、うん、新しく入れましたこちらのグランドラグーン。グランドラグーン、はい、野菜にダメージをなるべく与えないという殺菌方法に、でまた大量の、冷水によって野菜をしっかり締めて鮮度をキープしております。あら、もう聞くだけで美味しそうだなって思います ね。これはレタスですね。はい、うわー、レタスが投入された。おーっと、これ今現れてる状態。そうです、生野菜は菌がつきやすいというか残りやすいからね、本当にこう丁寧に処理をしないといけないっていうのが、まあ、昔からの我々の課題でもあるんですけど、でもこの機械が入ったことで随分そういった菌の残りとかが少なくなったんじゃないかなとは思います。あやん、お、来ました。お、立ち上がった。お、次の方に行った。お、ラグーンチェンジ。お水を切ってます。お、カタカタカタ。お、最後に、あ、ラグーンフィニッシュ。この仕上がったお野菜が後にサンドイッチに、はい、使われるということですよね。そうです、はい、こりゃ楽しみだ。ファミチュ TV。 中村さん、はい、これはもう見るからに食パンですよね。はい、わあ、こんなにずらっと並んでるんですね。そうですね、動いた。サンドイッチの白いパンになる前の状態の三角パンの状態ですね。はい、これを今から、あ、スライスしてる。はい、内側の部分だけ綺麗に並んでます。いや、かわいい。うん、うわ、色とりどり、具材が見えてきた。おっと、これは卵でしょうか。あー、挟んだ挟んだ挟んだ。ここ挟むゾーンですよ、挟むゾーン。挟むゾーン、まあそうです。挟む。これで出来上がりですね。そうですね、3種類の商品を同時に縦で1列で製造して、はい、それを重ねて今度カットっていうことになります。このカットもこの一連でできるんですか？そうなんです、はい、本当だ、このスペースから出てきたらもう切れてる。うわ、こうやってカットされたサンドイッチが手作業で袋詰めされてるんですね。はい、そうですね、袋詰めは手作業で行います。こちらで、お、後ろの開いた部分ですね。うわ、こちらを機械でテープなんです。パッキングして、はい、うわ、なんかいい感じ、いい感じ、ご機嫌。サンドイッチがくるくる回ってご機嫌に見える。いい感じです。おー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 、あ、面白い面白い。ファミチュ TV。 いやー、先ほどは工場見学ありがとうございました。改めまして、中村さんと中田さんです。はい、はい、こだわりのサンドイッチこちらに届けていただきました。はい、じゃじゃーん。種類豊富なんですけど、ちょっと待って、私ハンバーガー
までここで作ってるってことですはい。こんなに種類あるんですね。ぎっしりですもんね。キャベツこれもあそこでこれそうですか。これ違う、はい、あ、これ違うすいません、なんか喋らないな閉まったりしましたということで、はい、私今から食べていいということなのでシャキシャキレタスいきたいと思います。いけますね、はい、なんか開け方こだわりありますか好きなようですいません。あ、このハムの重なり方もすごい芸術的、すごい綺麗です。ではいただきたいと思います。音もお楽しみください。今までで一番シャキシャキ本当にすごい。実ははい、シャキシャキレタス用で現場の方では選別をしていてですね、うん、シャキッとするようなレタスを選んで選別作業も行っています。これは手作業でですか。手作業で、はい。へえ、じゃあラグーンに入っていたレタスたちは一回選別された選抜メンバーが入って。選抜メンバーです。いやでも間違いないです本当一口でこのこだわりが分かります。とっても美味しいです。ありがとうございます。ファミンチ TV。それでは今日の感想を一筆したためたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。たらーん、ウィッチかイチか迷いますよね。そうなんです個人的にはいつも迷うなるほどなるほどどっちの反応なんですか。今日のサンドイッチはこうでした。じゃじゃん、具材にこだわるご機嫌気分なサンドイッチ。こちらは GKGK 頭文字2回取らせていただきました。いかがですか。いや考えてたんですか。一生懸命とっさに。一生懸命かとっさにですファミンチ TV。 高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。